大徳院霊廟総門大徳院霊廟は、江戸幕府二大将軍、徳川秀忠の霊廟建築で、増上寺に造営された。壮大な規模を持ち、江戸時代初期を代表する建造物群であったが、一部の建物を除き、戦災で消失した。江戸幕府第二大将軍、徳川秀忠は、寛永9年正月24日に死去。 同年2月から増上寺境内南側で霊病の混流が開始され、7月に本殿の上等式が行われた。霊病は1930年5月23日、当時の国宝保存法に基づき国宝に指定された。太平洋戦争末期の1945年5月、東京大空襲で大部分の建物を消失した。 秀忠の墓所は1958年に発掘調査が行われた後改装されており、現在は増上寺愛国土の裏の徳川家墓所に墓塔が建てられている。江戸図屏風に描かれた大徳院霊廟堂、配置随下の建造物が国宝保存法に基づく国宝に指定されていた。大徳院霊廟は増上寺本堂南側の南を玉屋に東を正面として営まれた。 所在地は、現在の港区芝場公園、ザ・プリンスパークタワー東京の敷地にあたる。霊廟の北には隣接して、高市原院霊拝所があった。大徳院霊廟建物群の配置はおおよそ次のようであった。霊廟の入り口には、葬門があり、これを入って、参道を進むと、直学門がある。直学門を入って右方には、長寺門があり、 北隣の高志原院礼拝所との間の仕切り門となっていた。直学門をくぐって、さらに山道を進むと、左右に一棟ずつの水盤車があり、正面が注門である。注門左右から発するスカシベイが、お玉屋を囲む。お玉屋は、本殿、僧の館、拝殿が一体となった根源作りである。本殿の右に、渡り廊が接続する。 これらの建物群の左方の小高い場所に奥院があり、奥院へ向かう参道の途中におなり門がある。奥院には拝殿、中門、玉垣があり、玉垣で囲まれた内側に大井屋内に立つ宝塔がある。江戸図屏風にはこれらの建築物が位置関係も含めて正確に描写されており、また五十頭もあったことが見て取れる。霊廟造営にあたっては、総武料を 呂井利勝が務め、副部業の鈴木長次、木原義久等当領の甲羅宗広と宗次夫氏、宗継ぐ不平内正信等が造営に当たった。拝殿は桁行き5県、張間3県、入りもや作り千鳥覇付けで、前面に、党覇付作りの後輩を設けていた。本殿は片5県、入りもや作り。外見は重層に見えるが一重木し付きで、 片三軒の三社の周囲にも腰をめぐらす。全体に、全州仏道風の作りであるが内部は土間でなく、畳敷きとし、宮殿系の図紙を安置する。拝殿、本殿館を受けた雪島、張間一軒の僧の館でつなぐ。各建物は屋根を、どうかわらぶ木とし、内外を、装飾彫刻、彩色、漆塗り等で称耗する。奥院宝塔は、円柱系の刀身の上に、 宝形屋根を乗せた形式の木造塔で、平面八角形で、もこし付きの大屋内に安置される。霊廟は1945年5月25日に、空襲に遭い、旧国宝指定物件の15棟のうち、総門、直学門、長寺門、おなり門、奥院玉垣を除く10棟と、不指定の同等量発揮が消失した。これら消失物件は、 1949年10月13日の官報告示で正式に指定解除された。なお、奥院玉垣は消失物件ではないが、消失した他の物件と共に指定解除された。焼け残った総門、直学門、長寺門、おなり門の4棟は1950年の文化財、保護法施行後は重要文化財となっている。直学門、長寺門、 おなり門の3棟は1960年に埼玉県所沢市上山口のユネスコ村に移築され、総門のみが芝公園に残っている。ライトアップされた大徳院霊廟総門移築された直学門移築されたおなり門以上4棟は国の重要文化財に指定されている。なお、4棟のうち3棟が移築されたことに伴い、1963年の漢方告辞で、 九大特院霊病草門、九大特院霊病直学門、長寺門及び、おなり門の二件の重要文化財に分割された。四棟とも所有者は個人である。ありがとうございます。